こんにちは、カツ丼です。今日は2016年の8月10日です。昨日ね、YouTuber 復帰しました。で、なんかこう、昨日の夜はですね、なんか急に寒くなってですね、宮城県仙台市はですね、なんかちょっとそれ一気に昨日の夜ちょっと体調崩してしまいましたね。体冷えて、なんかこうちょっと最近自律神経が失調なのかな、失調気味なのかなって感じで、うまく体温調整っていうか、なんかそういうのができなくて、うまく寝れなかったりとかして、ちょっとなんかすぐ体調崩して咳出る、私です。はい、まあそのスレ、僕のあの2チャンネルのスレは、まあ結構ちょっと実は定期的に見てて、でそのすごい驚いたのが、その復帰を望む声が、書き込みが結構多くて、でも同じ人が何回もね、こう書いてるっていう可能性もありますけども、何人かの人がまあ復帰してくれっていうふうに僕に望んで、復帰を望む声が結構あって、それが結構驚きでしたね。なんか僕なんか、すぐその、忘れ去られて衰退、忘れ去られると思ってたんですけども、意外とその2チャンネルのスレの書き込みも今日、まあ地味にこうずっと伸びてて、驚いて、あとそのツイッターでもそのカツ丼チャンネルの書きに関する書き込みもツイートもまあそれなりになんか結構あって、なんかこうちょっとまあ地味に嬉しかったというか、そういう感じですね。まあそのニコニコ動画でもなんか釣り動画でなんか僕の動画が使われてて、ね、10万回再生とかやったりとかして、まああれはなんかズルみたいなもんだからね今あれなんですけど、まあそれでそのなんていうか、復帰するなら今だぞっていうなんかそういうこと書き込みとかあって、まあ正直そのやっぱ復帰を望む声とか、あとそのなんかまあ、10万回再生いってるとか、そういうのが復帰の、まあ、きっかけというか後押しというか、まあそれもちょっとはな関係してるんですけど、でも結局やっぱり、そうではなくて、やっぱり僕自身がやっていきたいのかどうかっていう、やっぱそういう外部からのなんか要請とか、リクエストとかに応えて復帰したわけじゃなくて、やっぱりこう最終的には自分で本当にやりたいのかどうか、すいません、咳がいっぱい。やっぱり最終的にやっぱ自分がしたいのかどうかっていう、それでやっぱ決断するべきだと思いましたから、それでその、まあ、3、4日間ぐらいずっと、すごい悩んで、やりたい、よしやろう、復帰しようと思って、数時間後には、いや、やっぱりちょっと無理だな、ちょっとまだ早いよって、触れ合いサークルとの両立も無理だよって思って、やっぱやめようって。完全にやめようと思って、だけどまた次の日の朝にはまたやりたいってなって、それを3回ぐらい繰り返して、はい、まあ結局復帰してですね、なんか本当にどうなるか分かんないものだなというふうに思いました。はい、まあちょっとグダグダと長く語りすぎてしまいましたけども、まあスレはちょっと見ていました。はい、それでその、復帰を望む声がね、まあ結構嬉しかったんですけれども、それによって、復帰しようと思ったわけでは、まあ、後押しにはなったんですけど、結局やっぱり僕自身がやりたいのかどうかって自分で決断しました。はい。あとは、ちょっと、だらだらなんか語ってしまった。まあその僕の友達 YouTuber さんたち6人ほどいらっしゃるんですけども、まあちょっと久しぶりに見たらこうすごい皆さん成長してて、チャンネル登録者1000人とかもみんな超えてて、中には再生回数が結構平均的に何千回とかなってる人見て、おすげーと思って、あなんかすごいみんな遠くまで行ってしまったなっていう感じですね。まあ嬉しいやらこうちょっと悔しいやらって感じで、まあライバルでもありますから、そういう感じですね。結構やっぱなんかそういうのってすごいね、嫉妬するというかですね、ああ俺全然負けるダメだな俺みたいな感じでちょっと焦る人間なんで、まあでもそこでね焦ってこう登録者増やすためにちょっと無理してね、潰れるっていう過ちはもう繰り返したくないんで、まあとにかく続けていくこと、マイペースでね、あっても、続けていくことをね第一に、まあやっていこうと思います。
あとのピクシブでちょっとその 1,2 ヶ月前にまあ少しちょっとこっそりやってたんですよね、別のアカウント名でリス太郎っていう、まあ結構もうバレてたんですけど、リス太郎っていうニックネームでですね、ピクシブでやってて、うん、でまあそのまあね、名前変えてちょっと陰でこそこそ一人でやってたんですけども、なんか速攻でバレて、セックスしたいっていう童貞っていうイラストを投稿したら速攻でバレたんですよね。うん、なんかまあ2チャンネルすれになんかね書き込まれて、すごいなんかこう速攻でバレたんですよ。僕はイラストを投稿した時間と2チャンネルになんかピクシブでなんかなんか再開してるみたいな書き込みがの時間差が10分ぐらいだったような気がするので、調べてみたら見てみたら、なんか速攻でバレてるって思ってびっくりしたんですね。うん、その日はですね、確か午前中にまあセックスしたいっていうイラストを投稿して、それでまあちょっと日中出かけて、でしばらくしてこう夕方帰ってきてイラスト視聴回数見てみたらすごい伸びてて、うおっってびっくりして、で中にはなんかこう評価で評価回数が6で総合点が51点とかだったんですね。でつまり1点を入れた人がいて、でしかもそのイラストだけじゃなくて全てのイラストに1点を入れた人が結構いて、あーこれもしかしてと思って、うん、2チャンネル見てみたら案の定バレてたっていう感じで、うわ速攻でバレたってなって、なんかゾワッとしましたね。まあいつかバレる、まあ、かなと思ってたんですけど、その絵柄がまあちょっと絵柄が、まあ、特徴的なのでいつかバレるとは思ってたんですけど、こんなに早くバレるとは思ってもでも完全にバレたみたいで、なんか中途半端は良くないなと思ったんで、まあ、アカウントも全部削除しましたね。なんかこう、まあ、活動やるんなら、まあ、活動としてもやって、でやらないならもうなんかこうやめるっていう、リス太郎としてままこうもろバレの状態でリス太郎として絵を投稿して活動し続けていくのはなんかやっぱり中途半端すぎて、かっこ悪いすぎるなと思って、ちょっとかっこ悪いのは嫌だなと思って、でも潔くねアカウント削除したんですけれども、という感じでした。はい、まあ、ピクシブの方も、アカウントをまた活動で、初めて絵を投稿していこうと思いますので、まあ、過去の絵とかもちょっとね、投稿していけたらなと思ってるんで、ピクシブの方もよろしくお願いします。という感じです。はい。